スワングレーのマンスリーが発売中です。スワングレーが2024年めちゃくちゃ売れたのでマンスリーが出せました。ありがとうございます。このグレーの感じのお洋服に合わせてみました。オフアップで白いズボンする珍しいな。髪ピンクだと意外と何でも合うから逆に発見かも。なんかいろんな洋服が合う、便利で、メイクがなんかナチュラル目でキラキラさせてほしいってことだったんで、シャドウの色とかはやっぱこれ好きですね。キーポフォールインラブアイシャドウパレット04番パステルコットンキャンディーっていう、まあ、この辺の色とかよく使います。この辺目の下とかに入れるとここに涙袋とかもなんか結構サラサラでいい感じです。チークはちょっとだけなんか上斜めな感じで入れてみたりとか、今作ってるアイシャドウ、ドリウィンクの新作のアイシャドウもちょっと大粒のねチラチラのラメとかをこう目周りとかに入れてみました。最近はねこの辺とか全体にラメをバッて入れることが多いです。この目の上とか最近さ女の子ラメめっちゃ流行ってるからさ、もう男の人さ絶対浮気できないよね。絶対ラメつくもん。これさラメつけないさ奥さんとかだったらさもう即バレするぐらいキラキラだから絶対浮気しちゃダメですよ、皆さん。私は浮気しない人がいいです。私もしません。まあ、リップとかもちょっと前まで薄めにするのがハマってたんですけど、私唇がもともとね出てるのが結構コンプレックスで今まで隠してたんですけど、最近はなんかぷくっとしてるリップが流行ってるんで、逆にこうグロスをたっぷり塗ってわざと唇をプリプリな感じにしています。こんな感じでちょっとずつね時代によってカラコンに合うメイクとかお洋服とかも変えたりしてます。まず行ってきます。というわけで撮影が無事終わりました。いかがだったでしょうか。スワングレーのマンスリーのビジュアル撮ったのは初めてだったので、これから店舗とかいろいろ SNS とかでも順次展開していくと思うので、よかったらチェックしてみてください。おかげさまでスワンブルーもすごい人気で1位も取りましたし、スワングレーも1位を取れたみたいで、本当に皆さんがたくさん使ってくれたおかげです。みんなの目の中に入れて嬉しいです。ありがとうございます。これからもナチュラルなんだけど盛れるとか、お人形っぽいんだけどナチュラルとか、こう絶妙なこう自分だからこそ作れるようなコンタクトのデザイン描いていきたいと思うので、たくさん使っていっぱい広めてくれたら嬉しいです。
ファッションショー、はい、終わりました。到着。ギリ間に合ってよかったね。もう今日バタバタすぎてバタバタだったね。はい、ちょっと1個前のお仕事が日付がちょっといろんな手違いがあったみたいで昨日行っちゃってね、はい、今日カラコンの授賞式あるんだけど1個前早稲田大学のビジネスプレゼンの審査員やってから今これで審査員やってモデルでこれからトークです。ちょっとバタバタなんですけど、はい、残りちょっと今時間ないから早けがゆでまた頑張ります。ドンキーカラコンオブザイヤー2023年7月からの1年間で全国のドンキホーテグループで最も売れたカラーを表彰したいと思います。ドンキーカラコンオブザイヤー2024見事受賞されたのはエンジェルカラーバンビシリーズスワングレーです。おめでとうございます。ドンキーカラコンオブザイヤープレゼンターであります株式会社ドンキホーテ代表取締役副社長赤木慎一郎より記念の盾が贈られます。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。昨年のスワンブルーの受賞に続きまして今年もエンジェルカラーバンビシリーズからスワングレーの受賞となりました。昨年この会場にて発表したこのスワングレーですが10月の発売と他のレンズよりも3ヶ月も発売期間が短いにもかかわらずダントツの売り上げナンバーワンとなりました。発売直後の売り上げとしてはドン・キホーテの過去事例と比較しても異例の販売実績となっています。まさか今年も去年のスワンブルーに引き続きスワングレーが受賞できると思ってませんでした。本当に皆さんありがとうございますはいということで改めましてドンキカラコンオブザイヤー2024見事受賞したのはエンジェルカラーバンビシリーズスワングレーでした。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてこの後益若翼さんにはこのままステージにお残りいただきまして続いてのトークステージもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、益若翼です。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日のファッションのイメージやポイントを教えてください。はい、そうですね、先ほどのランウェイと授賞式衣装実は違うんですけどもどちらもスワングレーだったりとかスワンブルーをちょっとイメージして着てみました。すごい綺麗な、本当にレンズのカラーと同じく透き通るようなお色味ですね、うん、今日はちなみにスワングレーをはいつけてるんですけどもさっきランウェイ歩いた時に多分みんな私初めましてだったのかどよめきを初めて感じましたランウェイでどよみたいなのがなんかみんなの文字が見えてざわってなってすごい楽しかったとか緊張しました逆にいや、ね、今日皆さんすごい声を出してくれるお客様が多くて、ね、みんなが盛り上げてくれたからなんか楽しく歩けました。 すごく温かくて皆さん引き続きお付き合いよろしくお願いします、はい、先ほどカラコンオブザイヤー2年連続受賞ということでもう本当に大ヒット商品で皆さんもお手に取ったことがあるかと思うんですけれども、はい、こんなに反響があるとご自身ではもう思っていらっしゃいましたか。当時スワンブルーを販売した時に、はい、本当は最初はドン・キホーテに置けないって言われたんですね。置くのをやめようと。お、それはその会社内で。それはですね、当時やっぱりブルーっていうのが、はい、まあ、いわゆるギャルって言われるレンズだったので、まあ、流行るわけがないと言われていて、でも私は絶対にブルーが欲しくて、はい、どうしてもドンキに置いてもらえなくちゃ意味がないんだっていうのを撮影の時に結構直談判しまして、はい、でいろんなスタッフの方もそうだそうだってなって、じゃあ青を試しに置いてみようっていうのが始まりなんですよ、うん、去年1位を取ってしまったっていう。そうなんですよ、本当だったら置かれてなかった商品。そうなんですね。そうじゃあドンキのその時いろいろおっしゃった皆さんもまあびっくりとそうです、だから本当にみんなのおかげで覆せた感じがありがとうっていう。そうだったんですね。やっぱね、流行って本当にみんなで作るんだなって改めて実感しましたし、今回のグレーとかもブルーが結構人気だったのでグレーって人気出るのかなって思いきや、うん、ブルーを超えるぐらい人気になっていて、はい、うん、で今ではこう TikTok とかいろんな SNS 見ると、はい、結構可愛い子がみんなね、グレーとか
ブルーをつけてくださってるっていうのを見るので本当に作ってよかったなと思います。ブラウンのレンズじゃなくても普段使いできるんだなっていう、こう、うん、新しい扉を開いた感じはありますよね。そうですね、本当に髪の毛がハイトーンの方たちだけじゃなくて黒髪の方でも盛れるようなイメージでデザインさせてもらったんですけど、使ったことある人いますか、スワンブルバンビシリーズを。あ、結構やっぱりいらっしゃいますね。結構いる。ありがとうございます。嬉しい。ブルー、グレー、これからチャレンジしたいという皆さんにこういうお洋服と合わせるのがいいんじゃないかなとか、そういったファッションとの合わせ方っていうのはポイントあったりしますか？ブルーっていわゆるよくコメント欄でもいただくんですよ、難しいんじゃないのかなとか、うん、ね、グレーとかも結構発色がいいんですね、はい、スワンブルーもグレーも。なので難しいと思われるかもしれないんですけど、それこそあのカジュアルファッションでも合いますし、量産っぽいのもあったりとか、なんかメイクとか髪型を選ばないところがすごい好きなところで、グレーの方がちょっとクールなイメージになるんですね、うん、ブルーの方がよりお人形さんっぽいようなイメージになるので、その甘さの度合いで私は変えたりとか。なるほど。さあ、そして本日はバンビシリーズから重大な発表があるとお伺いしていますが、こちらは何でしょうか？はい、これはめちゃくちゃ可愛いんですけど、皆さん あちらのブースがですね、バンビシリーズのブースなんですけど、見てわかる通りですね、今回バンビシリーズがなんとエスターバニーとコラボさせてもらいました。今日初発表ですかね、はい、はい、初解禁で絶対にみんな近くに来た方がいいと思うよ。今からすごいいいこと始まる、可愛いこと始まるから。エスターバニーステージでお願いします。あ、結構ゆっくりめなんですね。かわいい。頑張れ、頑張れ。韓国系アメリカ人でありますエスター・キムさんがデザインしたポップでガーリーなウサギのキャラクターです。こちら11月からバンビシリーズとエスターバニーのコラボ企画を予定しておりまして、今ご登場いただきましたが、ドンキの一部店舗でも展開予定となっています。既存の今の人気のバンビシリーズがあるんですけど、それがエスターバニーのオリジナルパッケージが発売になっていて、そこにエスターバニーも書いてくださってるんですけど、はい、なんと私のエスターバニーコラボバージョンのイラストも書いてあるのが限定で買えるということで、はい、めっちゃ可愛いです。松坂さんと一緒に歩いてみましょうか、はい、もう一歩左来ようか、せーの、スイカ割りみたいになってますけど、エッチにエッチにストップ、ストップ、せーの、ポーズ、可愛い、ありがとうございました。よし、せーの、戻るよ。はい、ありがとうございました。ありがとう。今度はコラボ商品で会いましょう。マスワカ翼さん、そしてエスターバニーでした。ありがとうございました。ちょっと左、ちょっと左。相棒ですね、今日の、はい、これすごいですよ、こんな図は初めてですよ、この構図は。かわいい、かわいい、すごい、一回すいません、これファミラー、すごい。すごい。ありがとうございます。多いですね。これは多いですね。全部にお顔がいるっていう。
カラコイ1位取ってよ。わのメイクのポイントは、まあ、1位を取ったスワングレーをつけました。で、衣装がスワンブルーとかスワングレーが合うようなこれ王冠だったりとかちょっとスケール気味のブルーの衣装だったのでこうちょっとドールっぽいような感じで全体的にメイクしました。最近はコーラルオレンジっぽいチークとかに変えてみようかなって思ってチークをこう横広の感じで入れてリップとかもそのコーラルオレンジ寄りにしてでラメでツヤをが入ってます。でファッションショーなんで大きめのラメを目の上とかいろんなところに入れてます。がバチバチな感じにしました。今回2冠です。2冠ありがとうございます。いや本当に正直びっくりです。2023年の時に1位を取らせてもらったそのバンビシリーズスワンブルーもやっぱり前も話したかもしれないけどブルーは売れないってやっぱ数々の偉い人たちに言われそれを押しのけてこうバンビシリーズのチームみんなで絶対に売れるからドンキ入れたいんだっていうのを撮影の時直談判したじゃん。私たちこうなんとか交渉してもらってドンキに入れてもらったスワンブルーが1位を取ったっていう結構エモいことが起きて、で今年はまあさすがにブルーがもう空前の大ヒットすぎたんでもう超えないだろうって思ってたらまさかのグレーが今年1位を取ることができて嬉しいです。ありがとうございます。まあ次はそのスワンブルースワングレーに引き続いてなんか何色作るんですか結構お声をいただくんですけど、まあ新色ももちろん作るのもありだなって思うんですけど実はもうすでに次の新しい型をもうデザイン終えてます。で多分これバズります。これで、ね、多分来年もしかしたら人気になるんじゃないかなっていうようなちょっといいものを今ちょうど作ってサンプル段階もまあ何回もかかったんですけどようやくできたんでまだどんなのかはちょっとね内緒なんですけどそれもぜひ楽しみにしてほしいと思います。あとはエスターバニーコラボもめっちゃパッケージが可愛くできたのでエスターバニーの方にマスワカ翼バージョンでコラボで絵もオリジナルで描いてもらったんでそのパッケージをぜひドンキでゲットしてほしいと思います。みんなのおかげです。ありがとうございました。また来年も撮れるように頑張るぞ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。